どうも、エルザです。それではアンチャーテッドやっていきたいと思います。そうだね、今度はクロエの救出になるかな。そこら中にいるわ、気をつけて。いつもそうだ。さあ、武器ないからね、今回は。銃がいる。そうだね、まだだ。そうなんだよね、手始めに銃がいるんだよね。おい、何か見つかったか。何もない。乗ってきたね。危ない。上行けないか。いやー、あいつらやばそうなんだよな。こう壁をトントンってできるとね、非常に助かるんだけど。はい、全員仕留めたぜ。いやー、危なかった。この辺りまだいる？いや、いないよね。さあ、どうやって進もうかなーって感じか。通れない？あ、いた。意外といたね。おい、じゃあさよなら。オールクリア。はい、クリア。給水塔へ向かいましょう。あそこへ登らないと。感動した。俺一人で全員を倒した。感動ってほどでもないわ。ここに非常階段があるから。分かった、ちょっと待ってて。冷たいね。オッケー。上がったらこっちに下ろしてくれ。まあ女性の方が軽いからね。その通り。ねえ、ちょっと見て。何が？行きましょう。どうした？鍵か。困ったわね。鍵か。ねえ、向こう側から閉められてるんじゃないの？ちょっと待った。音が怪しいですな。向こう側からとなると、撃ってみるか。通るかな。ああ、無理だね。ってなると。反対側。ねえ、どこにいて。どっか撃てそうな場所あったっけ。だよね。登って、やっぱ登ってか。それじゃあどこ登りますっていう話だね。さ、なんか気持
ちよいものがゲットできた。できたけど、お、そういうのができたね。ほい、これどうだ？無理か。はいはい。長年サーカスにいた甲斐があったわね。そりゃ笑えるぜ。俺は猿かもしれないが、俺にいるのはどっちだ。さて、反対に向いて。ねえ、まだドア開かない？ああ、そういう感じね。はいはい。こっちから撃てと。下がってろ。惜しい。よし、いいぞ、試してみろ。オッケー。これで感動したかも。やだ、ちょっとお客さんよ。くそ。左の上にいるわ。右の上にいるわ。左、右、そこら中にいる。ああ、ハンドガンしか触れないんだよね。意外と顔出さないな、お前ら。あ、いたいた。OK かな？敵がそこまで来てるわ。ああ、そういう感じですか。これどこまで降りれるかな。いや、降りれないね。どうしようかな。よし、これで多分全滅だ。はい、オッケー。ここで援護してるわ。こういう場所なんだね、ここはね。はい、あとはこれを。よし。あ、そういう感じ。反対側なって、ほい。あー、ダメ。登って。ほい。完璧か？あー、悪くないぜ。レポーターにしちゃうな。それを待ってたのよ。よかった、給水塔に着いた。プラン B とかあるわけ？今考えてる。彼女だ。フリンと一緒だ。考え直した？いや。よし、やつらそろそろ動き始める。俺たちも急ごう。まず俺が一人で行くから。ネイト、待て待て待て、聞け。たまには聞け。お前はあそこに行って、あのいい感じの四駆を奪うんでしょ。奪ってこい。ん？運転を頼む。俺が行ってクロエを連れ出したら、後ろから来て乗せて逃げる。乗せて逃げる。え、了解。大丈夫？俺は分かってる。行って。まあ、聞き分けがいいのか悪いのか。大丈夫？こっちは特にアイテムなし。よし、気をつけろ。よし。後でね。
はいはーい。そう、また会えたら。会えたらね。朝のソーセージの匂いは最高だ。さあ、ステルスかな、もしするんだったら。ゲッチュー。こんなん落ちてたら気づくよね。ああ、で、これで、電車に乗って迎えるようになるわけか。どこどこどこ入るのどこ。ああ押す感じか。これでいいだろ。まあいないね。どうせ急に出てくるんだろうな。それ登る感じかな。ここに乗って周りを見渡そう。あそこに列車が。どうやってあそこに降りればいいんだ。そうだね。逃げる方法があるはずだ。さ、電車は？この古いのを動かせるかもしれない。さあ、どう動かすかっていう感じだけど、普通だね。がっつり引いてますね。はい。付き合ってたら電車に乗り遅れちまう。おお、マジで。腰抜け。今にわかるだろ。角度的に非常に非常に痛いねー。ああ、なんで？これでオッケー。耐えるしかないのか。ひどいことが起きたね。ザトリングか。これ持ってこいだな。奪った。列車は一旦クロを連れて、エルナはどこにもいない。さあ、そっちに細密に引き出す。あ、来たね。もう来てもいいだろう。
あの銃いいな。それで C プランはあるの？全速だ。なんであの列車に乗る。頭おかしくない？近づいてくれ、飛び移る。なるほどね、おかしいんだ。踏み込め。黒いをあの列車から降ろすわけ？そこまでは考えてない。そりゃそうよね。よし、よし行くぞ。ちょっと待って。あと少し。あ、待て。今よ。行って。さあ、チャプター13、暴走列車。いやー、これでやっとオープニングに追いつくわけだね。クロヤタを戦闘せる。いやー、弾が申し分ない。全然ないしなー。確かにショットガン系使い勝手はものすごくいいんだけど、なかなかむずいよね。ディビジョンみたいにはいかんな、うまくね。さあ銃撃戦が始まる。まあ、そうだね。このゲーム開発者、なんか一言言ってやりたいな、会うことがあったら。いやそりゃないでしょっていうね。いや浮いてたもん。M4 出るか。M4 が出るなら、反対向いた時だね、行くならね。だからいやー、なんでかな。ちゃんと丸押したはずなんだけどな。いや、一番の敵は本当操作だね。武器なし。まるでみんな、キットに穴を開けないと。そうそう。ちょっとなんでいくか。おお。まったくひどいことをしてくれる。鍵が腐ってる。別の方法で前に行くしかない。
となると、まあ上行くしかないよね。首折りました。奥にもいるね。すまんな。全く。ああ。上行って。無駄だよ。はい、まだまだ引っかかってる。すぐに係が来るから飲み物を注文しろ。強いね、ショットガン。おい、ジャンプかなと思ったけど、そんなことはなかったね。おお、のどかな景色。あ、かわいそうに。パカッターン。危ねえぞーって言ってんのに。お願いです、丸ボタン1回で1回っていう風にね、だテストしてみようかな。はい、ドーンってね。おやすみみんな。これさ、もしかして相手もなしか。あ、でもうまいこと下は通っていけるって感じだね。さあ、二人とも戦車、物騒やな。何のために戦車がいる。おー、危ない。絶対あれわざとだろ。おお、おっと、感覚が早い。よし、これで OK。 うん、
外と来ないよね。ヘリーそりゃやばい。さっさと降りなきゃ。危ない危ない。次次もうこれ以上問題を増やさないでくれ。そりゃね、撃たれることはないからね。あー、失った弾が役には立つ。あー、やめろ、この音は好きじゃない。やばいやばい。うおー、マジかい。ほぼもうミサイルの音で聞こえなかったけどね。やばいやばいやばい。フェイ、反対側でもよかったね。ここで行こうへ行って。RPG がある。行け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 。これとこれと。ういこんにゃろ。よしよし、開いた開いた。もうねえか、弾が。おお、ラッキートンネルやってよかった。ほんとね、トンネルを抜けるとどうなる。ちょっと待て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 、どういうこっちゃ今のは。ありがとう。いやスナイパーあったのか。こっちだな。あースナイパー欲しいね。あ、もう無理だね。そしたら、
どこかに。おお。ショートが反響してる。AK より M4。アサルト2丁とかさすがにやっぱ厳しいんだね。どこだ、音はするが。さあ一旦休憩という感じかな。やったら AK 出てくるな。別の道、上か。さて、おお、なんか強そうなのいるね。行け。さあオープニングに追いついてきたね。ジャンピーの時はダメージ判定なし。いや、アーマーか。で、グレネードは、グレネードは欲しい。精度がね。ちょっと待て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 、その挙動はやめてくれ。やっぱファルとかの方がこう精度がいいからいいんだよね。いや無理だ。弾切れかな。あそこの君ちょっと邪魔やね。あと3発。やつを殺せ。おお、来たー、ガトリング。いや、それ怪物じゃないだろうな。怪物じゃん。やばいな。あら、ここにいたような気がしたんだけど。やばいやばいやばい。これ足りるのかな、弾。いや、確実に足りないよね。
カナグに、あったあった。弾がないときはと思ったけど、意外と。いやー、あの銃だけ置いていってくれたらな。あ、こいつが持ってんのか、ナイフ。その鍵をよこせ。まあ、あれ使うしかないよね。はい。ほらほらほら。さあ、どう？さあ、どっちが先だ？ああ、あっちの方が強いか。いる、えぐいね。いや、本当だよ。ミサイル撃ち落とせっていう感じだったんか。よし、こっちの勝ち。いや、ヘリ倒すの大変よ。痛い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 。容赦ないね。ほい。肉弾戦意外と強かったな。画面が見づらいっす。意外とカウンター避けるのむずいね。はい、
まったく。はあ。何回やられたか。俺のもんだ、ほんだら。また助けられた。無事か。列車から降りて。何言ってる。お前を助けるために。ヒーローになってなんて頼んだ覚えはないわ。クロエ頼む。ふざけてる場合じゃない。そうよ。だから降りて。降りられるうちに。お前を置いてか。自分のせいでしょ。あの時は仕方なかった。私を守るはずだったでしょ。守ろうとした。あの二人がいたら守れるわけない。ならフリンと行けよ。お似合いだぜ。まさかお前。本当にてめえは諦めが悪い。どうした、シャレた返事は。いつものカッコつけたコメントは。やめて。逃げられると思うか。やめて、逃がしてあげて。あいつを楽にしてやれ。チャプター15、追憶の果てということで、ここに戻ってくると。まあ、ヒーローになってクロエも好き。でもちょっと展開がね、違うよね。やめとけよ。ちょっと違うんだよね。そもそもソファーの上で目が覚めたからね、最初はね。違うんだよね。そのあたりがちょっと不思議な感じだけどね。諦めた方がいいかもな。ちょっと違うもんね。やっぱ違うね。ほい。まさか同じことをもう一度するとは思ってなかったけど。あ、またか。休ませてくれよ。ヒーローになりたいんだろ俺。超皮肉たっぷりやん。夜だったような気もするんだけどね。お、一気に来たね。まだ何か起きるか。起きるだろうね。いやもう起きないでほしい。普通に普通に何事もなく言ってくれれば。最高なんやけど。本当だよ。いい兆候じゃない。悪い兆候だね。やばいやばい。走れ走れ走れ。
やっと大地だ。本当だね。やっと地面ついたね。はい、ということで今回ここまでにしましょう。いやー、やっと戻ってきた感じだね、オープニングにね。なかなか大変やったけどな。まあまあ次回はね、この続きからやっていきたいと思います。まあチャプター15で中盤戦入ってきたんで、まあ、クロエとかどうなるかというとこですね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほう、じゃあまたな。